日本酒の宝石伝道師、えっちゃんです。今日は YouTube をご覧いただいている方からのご質問にお答えしたいと思います。宝石を身につけるにはいろいろな身につけ方がありますね。そう、例えばネックレス、リング、ピアス、ブレスレット、場合によってアンクレットという方もあるかもしれません。また中にはルスといってカットした宝石をそのまま袋に入れてお守りみたいに身につけるとか、女性ならバッグに入れて毎日持ち歩くとか、それぞれの宝石の生かし方があります。今回は宝石の身につけ方でそのエネルギーはどう違うのですかというご質問に、えっちゃんならではのお返事をします。ぜひ最後までご覧くださいね。宝石には歴史があります。古来から権力の象徴とお守りとして身につけられ活用されてきた宝石。昔は裕福な階級だけが宝石を身につけることができました。歴史を通じてその宝石の身につけ方は徐々に変化していきます。現代ではファッションの一部として身につけたり、男性が真珠を身につける姿も見かけますけれど、不思議と違和感がないのが宝石です。それはなぜでしょうか。宝石は自分自身を表現する大切な存在です。また身につけるのがどこがいいか、どんな形にして持ったら一番自分も宝石も嬉しいかを考えることはとても大切であり、考えている時間も楽しいものです。自分の相棒がどんな形になって、どの場所でその存在感を放ってくれるのか、ワクワクしますね。ペンダントやネックレス、世界最古のアクセサリーは古代エジプト時代のネックレスと言われています。当時は身を守るためのお守りとして身につけられ、徐々に権力の象徴として用いられ、19世紀後半には一般の人々が身につけるようになりました。現代でも胸元に宝石をつけるとなぜか気持ちが落ち着くという方がいらっしゃいます。また青い宝石、青いナイトやタンザナイト、サファイア、ベニトアイトなどをペンダントにして身につけると、頭に近い位置なので頭上や眉間のチャクラが開き、自分らしく生きられるという方もいます。人は生まれながらに自然とそういう波動を感じるのでしょうね。理論的というよりもなんとなく落ち着く、なんとなく安心していられると。また一心同体の感じがすると言われるのは、体の中心で背筋が伸びて頭のてっぺんから足のつま先までが天と地でしっかりとつながっている感覚がするからかもしれません。リング、手元でいつも宝石が見られるからリングが好きと言われる方がありますね。確かに私もそれは感じます。視覚で入ってくる宝石の色と輝きは自然に自分自身に力を与えてくれるようです。手元に宝石をはめていないと落ち着かないと思われる方も多いです。またはめる指によっても何かしっくりくる指と落ち着かない指があります。この石のリングは薬指、この石は中指、人差し指にするとなぜか相性のいい人と出会えると言われる方もいます。その指にどの石のリングをつけるかで、その意味や出会いや出来事が変化したりします。これはなぜでしょうか。私は普段何も感じないのよ。でもなぜかこの子はこの指が一番強く感じる、何かここだよって言っているみたいと言われる方もあります。またリングの重ね付けや中指、薬指と並べて身につけるとしっくりくるという方も。不思議ですが、やはり皆さんちゃんと宝石からの発信を感じているのですね。ピアス、イヤリング、ピアスやイヤリングはやはり頭を挟むので身につける人の意識を高めるのでしょうね。遺跡から発掘される埴輪もイヤリングをしていますね。当時は耳飾りと言っていたのでしょうか。また体の左右のバランスが良くなると言われる方もあります。さらには耳につけるためいい情報が舞い込んでくると昔から言われています。もちろん最近は片耳ピアスをなさっている方もいらっしゃいますね。ブレスレット、よく万物のエネルギーは人間の左手から入り右手から発すると言われます。それで利き腕とか関係なく左手につける方が多いですね。
ただ時計と重なるからと右手になさる方もあるようです。最近でもよくパワーストーンのビーズや丸玉でブレスレットをなさっている方が見かけます。リアンでも最近は宝石を使っておしゃれでオリジナルデザインのブレスレットを作られる方がいらっしゃいます。リングよりももう少し大きめで大胆に好きな形やモチーフで身につけられていつも見ていられる。これからもブレスレットやバングルを作られる方は多くなるかもしれませんね。人と人とが出会う縁があるように、人と宝石との出会いもまた深い縁があると思います。そして一目出会った瞬間にその宝石が欲しいと感じてしまうことがあります。それは宝石と持ち主となる人との波動の共鳴が始まり、いつもなら躊躇するのになぜか速攻欲しい、持たなきゃと感じてしまうのだと思います。そう、あなただけではなく宝石の方もあなたと共に生きたいと発信をしてくるのです。人だけでなく宝石も自分を持っていて、感情や性格や個性があります。出会った瞬間にどうしても帰れなくなる、この子を連れて帰らなきゃって思ってしまう、出会ってしまいましたと初めて宝石を手にする方もいらっしゃいます。それはカットした石なのか製品なのか、いずれにせよ運命の出会いであることは確かです。よく私があなたが選ぶのではなく宝石があなたを選んでアピールしているのですと伝えることがあります。その方と出会う前は普通のルビーだったのに、出会った瞬間赤は赤でも真っ赤に燃えるシンクの赤になったり、色が薄いパライバトルマリンが今は取れないであろう目を奪うほどネオンカラーのブルーグリーンに姿を変えることもあります。またその宝石に釘付けになって動けなくなる方もいます。その宝石をどんな形にしてお持ちになっていただくか、またどの場所なら一番熱く感じたり心地が良いか、体感は真実なりといつも思います。宝石には精霊が住んでいて、なりたい形になって持ち主の心と魂を喜ばせてくれる、モチベーションを上げてくれる、思い通りの形となって身につけられる宝石はあなたと共に歩む一生の友となってくれるのです。今回も最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。この動画が良かった、参考になったと思われる方は高評価ボタンを押していただけると嬉しいです。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。えちゃんでした。